チェスビンは、韓国の女優。本名は、ペ、スビンだが、同じ俳優に、同姓同名がいるため、チェスビンという芸名を使っている。チェスビンは、デビュー前、様々な広告に姿を備えながら、大衆の注目を受け、2013年11月29日に、演劇、彼と彼女の木曜日を通じて、女優としてデビューした。以後、MBC 寸劇。 ウォンヨニッキと KBS2 ミニシリーズスパイアイを守る者を通じて演技力を認められ2015年の KBS2 で放送されたテレビドラマ青い鳥のリン舞ロンドでハンウンス役を通じて主演級俳優に成長することになる比較的短い演技のキャリアや年齢に比べて演技力がかなりいい方だ何よりもチェスビンの強みは鮮やかな発声と発音 セリフ伝達力が同年代の女優に比べてかなり高いものである。また、テレビドラマでチェス・ビンが引き受けた配役の青い鳥のリンブロンドのハン・ウンス役と恋にチアアップ。クオン・スワ役は完全に相反するキャラクターにもかかわらず、チェス・ビンは新人がよく経験する演技力論議を起こさず安定に配役を消化した。これにチェス・ビンは 作品に入る前に引き受けたキャラクターを分析したり研究するなど非常に多くの努力をしたと明らかにした。以後、2016年に放送された KBS2 のテレビドラマ、雲が描いた月明かりで、著ヨン役を演じ MBC のテレビドラマ、ショッピングを売るいに特別出演した。そして2017年に放送された MBC の時代劇ドラマ、 逆賊マイナス民の英雄本ギルドンで、孫ョン役を演じながら、2連続で、刺激演技を続けた。その後も、KBS2 のテレビドラマ、最強配達人から夢見るカップルでいだな役で、出演した中で、以前のハンウンス役役オンスア役とは違う魅力を、示した。KBS ドラマスペシャル、僕らが季節ならに出演した後に、MBC のテレビドラマ、ロボットじゃない。 君に夢中。では、チョジアとロボットのアージさんで一人に役を務めた。2017年に関しては、四つのテレビドラマに出演し、ライジングスターとして注目を受けた。2018年に放送された SBS のテレビドラマ、輝く星のターミナルで、ハンヨルム役を担い、初めての SBS ドラマに出演しており、2019年には、演劇、アンディおじさんと私に、 コンスタンス役で出演し、映画、甘酸っぱくの撮影をした。2020年には、初めての TVN ドラマの、半分の半分から声で繋がる愛で、搬送役で出演し、映画、パイレーツにとなる、海賊、鬼タの撮影は完了しており、2020年12月から2021年2月まで、アンリおじさんと私で、コンスタンス役に再延期した。 2018年12月に、インエンターテイメントとの契約が満了され、FA となり、再契約をせずに、他の所属事務所に移籍することを決定した。2019年1月にスターシップエンターテイメントと、専属契約を締結した。韓国映画データベーススターシップエンターテイメント、公式インスタグラム、ありがとうございます。